ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。パート65でいただいたコメント、何人かっていうかもうほとんどの方々ですね、ここからあの回復力が間に合ってないよねっていう件に関してダーってコメントが来ててホープくんかバニラを入れた方がいいよっていうねアドバイスコメントいただいてました。ありがとうございました一種の縛りプレイで俺はやってたわけですね。逆にすごくね、逆にすごくねってことで完結させましょうか。今はちゃっかりとホープとバニラが入ってますね。まさか主人公であるライトニングさんがサブに回るとは思わなかったわ。アークを用意してたってわけ。さて、コクーンを守るって誓ったんだ。さてでは行きますか。皆さんコメントありがとうございました。全くアドバイスコメがね反映できなかったからね、自分が先に進みすぎてて。マジで？戦えんの？あーでもなんか多分ちょっと弱くしてくれてんだろうな。冷静冷静冷静、お前ら強すぎるぞ。ちょい落ち着け落ち着け。足踏みでそれどういうこと？しかも全体攻撃だし、優先の外貨でもちょっときついよな。一旦プロタスかけないと辛いだろこれ。みんなで一旦全回復して OK。 ここで一旦回復が入るから OK。 もう一回薬剤入れて、危ねえ。 OK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 。 スロー入ったのでかいな。あ違う、スローじゃない、あれ多分ダルだ、行動不能だ。あスロー入っている、強化しましょう強化。 OK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 。 強い、これは強い、多分勝ったな。ゴー。一回り小さいやつがいるっていう話なんだけど多分こいつだよね。ブレイクしちゃえば勝てるんじゃないかな。あーそんなことないな、ダメだ、間違った。死ぬ死ぬ死ぬ。ああホップくんが、せっかくブレイクしてたのにな。レイズ早よ。黄色だと多分自分回復するよね。だよね。レイズお願いします。耐えろ。オッケー、よしレイズ来るぞ。よし、ここは攻めに回りたい。ダメージ量6万超えるのかい。お、あ倒せてないねあダメダメ、死ぬ。フェニックスフェニックス、死ぬ死ぬ死ぬ。おうえ、やばい。何何、あー動きが止まった。くっそ、眠ってんだ。一回攻撃が来てみんな起きて、
全員で回復し合って、薬剤だ。もう一回は耐えれる、もう一回は耐えれる。アダマンケリスか。この一個上の多分アダマンタイトが鬼なんだな。鬼強いんだな。一段階低い状態でこの強さなので、ちょっと低いよな。来るぞ、回復だ。行きますか、ラッシャーソフト。1回の攻撃で全体700って鬼だろ、マジで。どんだけ強えんだよ。よし、4550か。ルシフィ殺すな。説得するチャンスだったのに。まあ聞かないか。でも聞かなくても心には止まるよな。留意はしてもらえたと思うけどな。普通に人歩いてるじゃないですか、これ。他の町まで広がる前に。知らねえ怪物ばっかだ。こちらの知らねえアークがあるの。ダボね。おお、かっこいい。ベヒーモス同士で争ってる。じゃあ何この神道でかいでかい。どうしたどうした。あれ見てってば。はいはいはい、カットカットカット。次も頼るぜ。あ、これやばいやつだ。攻める。続けてみろ。ナイス。ああ。範囲攻撃ミスってる。こんなもんか。はい、お疲れい。ファイが強。初めて見るよね、このベヒーモス。色違いだよな。フンババ？ついにフンババになったか。ベヒーモスの究極系。違うんだよ、バニラにヘイストをかけてほしいんだよ。オッケーオッケー、そうそうそう、頭いいじゃん。いい子いい子。あとでお小遣いをやろう。うわ、つえぇ。ヒットポイントこいついくつだよ。うわぁ、105万。もう食らわしたのに100万でしょ。132万。雑魚戦だぞ、これ。頼むぜ。勝った。回復したな。いや、待て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 、落ち着け落ち着け。落ち着け、1回の攻撃力半端ないぞ。戦後へってどういうことじゃ。相手の攻撃が来て、ここだ。ここで薬剤を一発撃ち、やばい、それがまずい。やばいやばい、死ぬ死ぬ。あぶねえ。やろがか、これは一旦守りに入った方がいいな。回復だ回復だ。怖い怖い怖い。次も頼むね。もうちょいもうちょい、もう一段階回復したいとこ。まあいいか、行くか。薬剤薬剤。フェニックス挑戦状も地味にブレイクポイントあれするからいいね。あめえ、あこれやばいやつだな。すげえな、やっぱ半端じゃねえな。エアロガの範囲に入っちゃってんだよね。もうちょっと広がれば。あー、もうちょっとで回復できるのに。レイズ来た。レイズして即死んだ。エアロガのタイミング悪すぎわろた。体勢が整わねえな。さす
すがに一人じゃ無理か。フルキア使わないとダメかな。うまいぞ。リジェネガードで、あ、ダメか。キャルが、あ、レイズ来い、レイズ来い、レイズ来い。よし、来た。これでなんとかなるだろう。ああ。厄災行きますか。ダメか、回復しないとダメだな。安心して。全然こっちが何もできないんですけど。そりゃなしだろう。しょうがないね、召喚しかない、ね、もう頼むよ。倒そう、召喚で倒そう。相手弱まってるからね、なんだかんだ弱まってるから、ゴリ押そう。はい、お疲れ。もう強すぎるだろう。なんだこのフンババとかいうやつは。だこっちか。すげえな、地面割れてんな。こっちかな、こうか。こっちか。うん、うん、降りていいの、こっちで。え、こっちか、こうか。オッケーオッケー。あそこにアイテムあるな、あれ取れるか。取れないな。あ、ちょ、フンババやめましょう。フンババやめましょうね。あ、フンババとサイコムが戦ってんのか。サイコムじゃねえか。あー、うん、先行取れたね。怖え。フンババ強し。もう、強すぎるよ。めっちゃ慌てふためいてんの、こいつ。最初ラッシュアサルトがスタートしてる。勝てたんなら問題ない。このでっかいの倒せるかな。甘いぜ、俺たちに勝とうなんて。ただの人間じゃ勝てませんよ。進むべきは曲がるんだろうけど、アイテムがありそうな気するけど、ないかな、なさそうですね。 OK、 もう完全に都市崩壊だな。首都か、もうこれ首都だよ。首都は崩壊しました。東京マグニチュードが確かこんな感じになってたね。気づかれた。じゃあ戦わん。え、お、ベヒーモスがやられてる。門まで着いたね。門じゃねえのか。いや、門だよね。すげえなこれ。口寄せ羅生門って感じだったね。いろんなネタが実況に突っ込まれてくる。普通に人か。セーブポイントちょっとセーブしときます。全然セーブしてないから。アイテムはなさそうだ。この辺はわりかし平和な感じがするが、まだ攻め込まれてないのか。羅生門のおかげか。
あそこで封じてるんだな。いいよいいよ、先進むよ。カットが全然敵いるじゃん。全然気づかれてね。こんな近くいる。はい、じゃあちょっとザコ倒しておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。